ほんとこの町の連中はやる気満々だな。一度崩壊してしまった町をこれほどによみがえらせる、大したエネルギーだ。助け合えれば滅びた町でも再びよみがえるのですね。ゼロス、お前あんまり関心なさそうだな。ああ、まあこの町の襲われた時のいきさつとか聞いたけどよ、いまいちピンときてねえからな。まあそうかもな。でもすごいのはわかります。本当です。その通りだ。それにこの町の活気は何か力を与えられているようで、好きになってきている。そうそう。
なんだか思い出しちゃうな、世界再生の旅のこと。今度はお前の病気を治すために来たんだ。前とは違うよ。テセアラの救いの塔はどのような構造なのだろうか。さあゼロス、早く開けるのだ。もうおっかねえな。ひゃー、どうやどうや、俺様って今輝いてる？巫女って感じ？はいはいはい、とにかく行こうぜ。了解。下品な笑い声だな。ゼロス君、どうかしましたか？何がよ。いつも以上に、その…うるさいってんだろ。こいつはいつもこうだよ、ほっときなって。鋭いね。誘惑だ。なんて悲しい場所なの。いや、そんなことより、ここは本当にテセアラだよな。そう、そうだよ。シルバラントの救いの塔と全く同じじゃないか。体が震える。ここ同じだよ。バカな。ロイド、これに見覚えはなくて。これは俺がつけた傷だ。ここで二つの世界はつながっているのだ。同じで当然だろう。クラトス、またあんたか。あんたは一体何者なんだ。本当に4000年前の勇者ミトスの。分かっているなら話は早い。巫女にはディリス・カーランへ来てもらわねばならん。まだそんなことを言うのか。世界を歪めてまでどうしてマーテルを生き返らせようとするんだ。語る必要はない。あんたはやっぱり俺たちの敵なんだな。もしかしたらって思ってたのに。今さら何を言うのだ。今度は手を抜くなよ。少しは腕を上げたのか。受けてみろ、ジャッジメント。了解よ。はっ、アジンケン、ウライジンケン。受けてみな。ウライジンケン。今助けます。アジンケン、ソーガ、オーマジンケン。受けてみな。アジンケン。今助けます。アイジンケン、ウライジンケン。ウライジンケン。ファーストリード、今助けます。ウライジンケン。ショーリキーよ。ファーストリード、オーマジンケン。ウライジンケン。
今助けます。それいいよ。ハートレスサークル。愛人剣みな。ファーストユーゾー。それいいよ。マジっすか。今助けます。ハートレスサークル。ファーストユーゾー。マジン戦隊。やったよ。それだ。マジン剣。マジン戦隊。モテる男は辛いぜ。辛い人剣。勝利いいよ。ハートレスサークル。受けてみろ。ジャッジメント。ファーストユーゾー。ショーカー。コガハザン。受けてみろ。マジン戦隊。マジン戦隊。万物に宿り生命の息吹。マジン戦隊。リダレクション。ダラスケ。勝利いいよ。マジンエイド。マジン戦隊。ファーストエイド。マジン戦隊。ファーストエイド。マジン戦隊。マジン戦隊。ドジった。大丈夫。ダッシュ。ファーストエイド。マジン戦隊。コガハザン。ウライト。コガハザン。コガハザン。勝利ファーストエイド。俺はあんたには負けない。抵抗はやめることだ。抵抗すれば容赦はしない。まだ生きてるのか、俺たち。コレットちゃんを治療する準備が整うまでは命があるみたいよ。あのままじゃ使えないんだとさ。はめられたのかもね。コレットを治療するための道具を僕たちに揃えさせて、それからここに連れてくれば、あいつらも手間が省けるでしょ。クラトスのやつ、そのために俺たちを利用したのか。俺はまた騙されたのか。ライダー、我々はともかくコレットたちが気がかりだな。しかし俺ってどうしてこう何度もさらわれて牢屋に入れられなきゃならないんだ。日頃の行いだな。日頃の。命があるだけマシだろう。まあな。くそ、頑丈にできてる。鍵も開けられないな。こっちもだ。ビクともしないよ。コレットかプレセアはここを壊せないか。ダメだったの。すみません、お役に立てなくて。八方塞がりか。どけ。すごい。どうしてこんなことができるんだ。私はもともと足より手を使った攻撃を得意としていた。エクスフィアは装備者の能力を最大以上に発揮させるもの。当然の結果だ。だったら最初から手で戦えばいいじゃねえか。私は二度とこの手で戦わないと誓った。今回はロイド、お前を助けるための行為だ。世界を統合してコレットを救うのだろう。ああ、そうだな。よしみんな、いただくものはいただいて、とっととずらかろうぜ。
うわあ、天使ばっかりじゃねえか。こんなとこうろついてたらすぐに通報されちまう。そうね、コレットは天使だからいいとして、私たちは連行されているふりをしましょう。わかったよ。右も左も天使天使天使、どいつもこいつも人形みたいで薄気味悪いぜ。人形ですか？確かに何考えてるのかよくわからないね。あいつらだって先生たちと同じハーフエルフのはずなのに。私もそうなんでしょうか？え？私、あの人たちが私に似ていると思いました。私は人間なんでしょうか？あ、何言ってんだよ。プレセアは人間だろ。そうだよ。そうでしょうか。なんだろう、この町の違和感は。多くのものが存在しているが、ここには生活感がない。それが原因だろう。そうか、生きてるけど死んでるのと同じなんだ。何も考えてないんだ。そのようだ。クルシスはやっぱり間違ってるよ。かけらをください。マナのかけらは配布中止だ。元のエリアに帰りなさい。分けてくれねえのかよ。人間か？これはクルシスの軌跡を研究するための素材よ。ハイエクスピアノ。そうか、確か人間を使った研究が行われていると言っていたな。そう、そうなの。そのためにマナのかけらが必要になったのよ。わかった。では身分証明書を提出してくれ。そんなもんいるのかよ。当たり前だ。クラトス様。巫女の儀式の準備のためにマナのかけらが必要になった。そちらに使いを送ったので彼らに届けさせてくれ。わかりました。そう、それそれ、それ俺たちのことだ。まさかお前たちがクラトス様の使いなのか？おう。人間は黙っていなさい。クラトスさんは仲間だったんですよ。しかしさっきハイエクスフィアの研究に使うと言っていたが。そうよ、ちょうど儀式にも必要だからということで、急いでちょうだい。しかし身分証明書がなくてはな。それにお前たちはディザイアン階級のようだし、人間も混じってるし。つべこべ言ってる場合か。あんまり待たせるとユグドラシルが怒るんじゃねえのか？そうだよ、ユグドラシル様に逆らうと怖いよ。わかった。必ず届けてくれよ。ここの天使のほとんどはやはり心を失っているようね。考えることもできず、長い年月を生きていく。彼らはもう幸せを感じることもできない。悲しすぎるよ。コレットが天使になっちまわなくて本当よかった。この町の奴らを見てたらそう思うよ。